こんにちは。今日は我が家の家庭菜園で採れたじゃがいもを使ってコロッケを作ってみたいと思います。じゃがいもは家で採れたので、こんな大きいのも小さいのも形の悪いのもいろいろありますが、これを皮をむいてこういうふうにお水にちょっとさらして、そして茹でていきます。これからスタートです。頑張ります。じゃがいもは大きいの小さいの入れて10個ぐらい皮をむいて水につけております。そしてこれは玉ねぎと人参です。これは、細かいみじん切りじゃなくて粗みじん切りにしたいと思います。これからじゃがいもを茹でていきます。じゃがいもの方がいい感じにコロッケに使えるぐらいに潰れて水分もうまく取れた感じです。これでこちらのボウルに移して粗熱を取ります。粗みじん切りにした人参と玉ねぎをこれから茹でたいと思います。人参の方が少し硬いので、ちょっと早い目に入れて少し遅れて玉ねぎを入れたいと思います。人参を先に入れました。少し経ってから玉ねぎを入れたいと思います。人参と玉ねぎが柔らかくなったので、熱いのでこういう小さいザルでこちらの方に移します。牛肉の細切れも粗みじん切りにします。じゃがいもの粗熱を取っている間に、今日は牛肉入りのコロッケを作ろうと思っておるので、これからこれを炒めたいと思います。牛肉の色が少し変わってきましたので、ここにお酒を入れます。そしてみりんも入れます。そしてお醤油も入れます。ちょっとだしつゆ入れましょうかね。そしてここにほんの少しのお砂糖も入れます。これでこの煮汁がなくなるまでこのお肉を炒めたいと思います。牛肉の方も煮汁がなくなりましたので、今ザルに引き上げました。じゃがいもの方もあと少し、本当は、熱を取りたいのですが、もうここにだいぶ冷めてますので、玉ねぎと人参の茹でたのを入れます。そしてこれを混ぜ合わします。塩コショウ、ブラックペッパーを入れてちょっと味の調整をしてみました。ここにお肉の味をつけたお肉を入れます。そしてこれをまた混ぜ合わします。お肉も合わせてちょうど味を今見ましたところ、美味しくなっております。これをこれから、おにぎりのようにコロッケ風に握りまして、そしてコロッケとして揚げていきたいと思います。じゃがいも10個ぐらいの大きさ、大小いろいろでしたが、10個ぐらいの大きさのじゃがいもを茹でて、これだけの数のコロッケが取ることができました。これをこれから小麦粉をつけまして、卵をつけまして、パン粉をつけてコロッケとして揚げていきたいと思います。全部のコロッケに、パン粉がつけ終わりました。これをこれから揚げていきたいと思います。美味しく揚がればいいんですけどね。頑張ります。今日は米油で揚げます。コロッケを揚げております。もう少し、茶色っぽくなったらもう引き上げようと思います。
まず最初に5個きれいに上がりましたかね。自分ではこんな色合いが好きです。はい、これで今日作ったコロッケ全部油で揚げることができました。まあまあきれいにできたんではないかなって自分では嬉しく思っております。これをお皿に盛りたいと思います。今日のコロッケ完成です。これは俵型、これは小判型でちょっと形を変えてみました。お野菜添えて今夜の夕飯となります。みんなが喜んでくれると嬉しいなと今日も思いながら作りました。ご視聴いただきありがとうございます。また自分なりに頑張りたいと思います。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。失礼いたします。